無意味な錯覚に過ぎ。全く同じことを感じるなんてありえないかもしれない。だけど相手を大切に思い合って心を一つにするって、きっとそういうこと。心とは何だ。その胸を引き裂けばその中に見えるのか。黒崎くん、井上から離れろ。そのつもりだ。貴様を殺すことはラスノーチェスを守ることと同義だ。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。対等の相手として認めたと思っていいのか。仮面も出さずに俺のセロに耐えたか。その女はもはや我々の同胞だ。救い出すことに意味などない。それはてめえが決めることじゃねえ。よく見ろ見ろ。ほとんど切れてね。前に戦った時のてめえは動きが全く読めなかった。それが読み取れるようになったのは俺がホルオに近づいたのか。俺がお前ら人間に近づいただと。長がソウルソサエティに。これでしばらくはゆるりと潰して行こうかの。何も。どうもの。前例を落としてここで叩き潰せ。肉裂かれようと骨の一本。やれやれ、総隊長お前。お前だ、顔を貸せ。あ、なんすか。それは総隊長とて例外ではない。届いとらんぞ。何？人を殺すことしか考えない。石腕で挑むその勢い。なんだ、ラローズ、よく戦った。君が2番だと嬉しいんだけど。そう、残念だな君。お前たち人間の気休めだ。恐怖脳の一つだ。全く同じことを感じるなんてあ
ありえないかもしれない。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかったぞ。とりあえずはこの相手として認め、破壊すべき対象としては認めた。ノーテスと天外の上、そうだ、ラスノーチェスの天外の下で禁じられているものが2つある。閉ざせ、ムルシエラゴ。動揺するなよ、構えを崩すな。そうしていなければ今頃貴様の首は俺の足元にあった。見える。黒崎一護、月牙を撃て。今ここで俺に撃ってみせろ。力の差を教えてやる。やはりセロ、そんなもんと一緒にすんじゃねえ。そうか、お前はまだ見ていないのか。セロオスキュラス。なんだ、上で何が起きた。石田君の力で私をこの天蓋の上まで運ぶことって。理解したか。その力は天地ほどにも隔たっている。人間よ、死神が力を得ようとフォローを真似るのは妥当な道筋だが、ゲスが無駄だと言っているんだ。なぜ剣を離さない。これだけの力の差を目にしてまだ俺を倒せると思っているのか。てめえが俺より強かったら、てめえが強いのなんか最初から分かってん。